はい、ご報告があります。ちょっとあの悪魔の旋律が楽しすぎてレベルやっちゃった感が今に移動してテレビでツイッチ見てるので、この人のせいで最近メロンパン食うのかってバレてるけんメロンパンの元凶は私です。でもね、今日はたい焼きだよ。レベルやばいよね、ちょっと やりすぎ楽しくってね。それでね、あとね30分ほど連打してて宿屋に泊まりまくったよ。サンタブーツを履いてね。メロンパンの声がでかいってことメロンパンの時だけひそひそ言おうかな。それであの信じられないほどあの装備品を入手していて、まあ細工でも作ったんだけどさ、で何がやばいってこれよ。サンタブーツの中に入ってたんだけど、スイカでロマネコンチを入手しました。1個しか買ってないはずなのに2個になってると思うんだけど、サンタブーツの中に入ってたんで、お金がすごいことになりそうでね。ちょっとプライベートアクションに入ろうか。闘技場ちょっと見せたいんだけど、ロマネコンチ2本になっとる。なってます。これはもう売ったらウハウハ。あ、君またここにいるんだ。人が傷つくのを見て楽しむなんて。ちょっと闘技場アンチなんだよね、ヨシュアは。で、でもね、大体みんな、闘技場の辺に散るから、この自由行動にした時に。まあ、この辺は見なくていいんだけど、念のためね、念のため。見ていこうか。メロンパンといえば、そういえば昨日の夜も食べたな。調理でロマネコンチ作って3本にしよう。え、作れるの？ちょっと作りたい感じが。あのね、食べ物もなんかいろいろ作ったよ。だし、そもそもあの、じゃあ宿屋でその泊まりまくって、どれだけ入手したかっていうと、多分だけど24、5個。24、50種類ぐらい解放したから、まあ大体できたんじゃないと思って。あ、こいつこいつ呪いに負けないように頑張りたいんだ。とある材料でいける。どれやろうな。本当にすごいわ。戦う相手は敵だけではない。己自身とも戦わねばならん。で、奥に、あ、素敵ね。え素敵ね。これだけ広ければ思いっきり暴れられそう。血が騒いでる。格闘はいいっすよね。今からこのティニークに活躍してもらおうと思ってる。闘技場やります。詰まっちゃった。いや、実はさ、あの細かいセリフ覚えてないけど、エリスでアイテムクリエーションで作成失敗すると結構なんかセリフがオンって思って、なかなか気になることを吐いてたよ。パージ神殿にある真実の瞳、それが我々を魔界へ導いてくれるはずだ。ごめん、全然言ってない全く言っておらん。で、じゃあここでセーブして、特にプライベートアクションまあなかったけど、ちょっとティニーク使うのが楽しすぎてさ、闘技場をまあはっきり言って A までやっちゃったんだけど、やっちゃったら重要なイベントが始まっちゃったから、
あつ森同様こちらもぶつ切りしてやり直して、あの B でとどめました。なので今から A 行くわ。あれ B でとどめたっけ、 C でとどめたっけ。 C かもしれん。あ違う、 A だった。今からあの A です。呪いの方のお願い忘れるからだ。ちょ覚えてはいたんだよ。プライベートアクションでね出るかなと思ったら、これあの終わった直後にイベントあります。このティニークは闘技場で勝つよ約束だよって子供と何か約束をしてたんだよ。頑張るっすよ。ということで、あれ、あよかった、出た出た、 A ランクの闘技場で、でこれティニーク一人で操作してて確信したんだけど、楽勝楽勝楽勝っすは全部ティニークのセリフなんだね。頑張るっすよ。これねびっくりしちゃった。届かないんだよな。だからもう上向きに攻撃するしかないっていうか、ほら当たらない。だ空中の敵が苦手なんだなってことも分かった。おいさ、頑張るっすよ。これが A ランクです。圧倒的勝利っす。圧倒的勝利っす。ほんとやりすぎた。悪魔の旋律やりすぎた。もう楽しすぎる。スターオーシャンしてた感がやばかった。頑張る。でこいつ、こいつを倒してたんだよ。そしてレベルも上がっていく。さっき77だったからさ、78になっちゃった。で次が最後ね、闘技場 A 最後です。なんかネズミ、リンクコンボがつながってないからよくわからないんだけど、もうあの必死だからねこれ。危ない。上に乗っちゃった。タコ殴りの A ランク。このピヨリになるの強いわ。 MP もちょうど64ぐらいになって枯渇して終了。勝ちました。2人でこうやって雄たけびを上げて、あこういうイベントあったか、あったあったって思って30秒の動画にしたんだけど、また続くよ。ティニークありがとう。僕も負けないように頑張るよ。ここまで見てから切ったの。実はねもうちょっと先まで見たんだけど、その息っすよ。この辺も30秒にしたんだけど無理だった。日々の修行は欠かせないっす。まだ続くよ。あの子の呪いってリカントロープのことだったのか。まあそうっすね。そっか、じゃあこれから大変ね。私たちリカントロープが存在するのはご先祖様がある呪いをかけられた
せいだと言われているっす。大事だからね。そう、大事なことなのよ、この先がね。その呪いのせいで私たちはこうドキドキした時に獣に変身するっす。私が戦いの時に狼になってしまうのはそのせいっすね。ほとんどは狼っすけど、他にもクマとかトラとか、なんと豚さんにまで。変身する獣は個性豊かっす。あの男の子は私と同じ狼だったから余計に気になってしまいまして、それでなんかほっとけなかったんす。そうだったんだ。言っとくけどまだ続くからね。呪いはもうどうしようもないっす。ただ自分とどう向き合うかが大事なんす。あの子にそれが伝わったなら嬉しいっすね。嬉しいっすね。この辺はちょっとスクショで諦めようかなと思ったんだけどね。伝わったわよ、きっと。そうだな、いつかまたここで再会できるんじゃないのか。喋り方まで真似してたりして、ティニークに負けないよう優勝目指してるっすって感じで。勘弁してほしいっす。で、終わらないんだよね。そう、呪いっす。でランマみたいで見た目が好きなんだよね。君ならそう言うと思ったが、では何が原因だと思う。そうですね、おそらく何かのウイルスが原因では。ウイルス。ええ、レゾニアが使った石化ウイルスのようにロークのある種族のみに反応するウイルスがあるのかも。ここでレゾニアっていうなんかストーリー最初期に出てきたワードが出たことで、あの裏でここまで進めてぶつ切りしました。なるほどな。こんで終わりだったんか。じゃあ裏で全部見たわという感じだった。で、一応その闘技場で A 勝ったとしてももう一度 A はできるようになってる。レゾニアが出なければ録画だけになってたってことか。そう、まあいいかなとちょっと思ってた矢先に、そのそもそもね、こいつらの幼なじみのドーンが石化しちゃった原因っていうのがレゾニアっていう宇宙の別の星がやらかしたことなわけで、これあっち行こう。そのワードが出てくるに至るかと思って、ちょっとレゾニア全然覚えなかったけどね、ちゃんと字面出てきたら思い出せるから。速攻で終わらすぞ。いけ、無理やろ。でちょっと MP がないね。でこんなにやってたのに、いまだにあのティニークの好物は分かりません。まだ割れない、割り出せない。でミリーも分からん。余裕かしら。でも残すところティニークとミリーだけになったかな。サンダークラウド。で今どこに行こうとしてるかっていうと、闘技場の場所はまあこれでいいので、終わりましたね、船で移動してエクダートに行って、演奏20回ほどやっちゃったから枯渇した指揮棒を買って、でせっかくだからもう一回ね、その裏でやって育成したわけだけど、一体どれぐらいで倒せるようになったのかっていうのを見てもらいつつ、
色帽エンド、そう色帽関係エンドだね。で最後にあの演奏レベル10もう一回太刀打ちできないかちょっとやってみて終わろうかな。こっちか。この前倒されたやつと戦うのか。そうガブリエル。でもその前にそのあの黒い楕円形のなんか弾の敵とも戦う。ほら残り1本になってるもん。やりすぎなんだよな。あ、ここ宿。しかもさ、面白かった、何ももらえんかったわ。面白かったからさ、控えのメンツとかもいろいろごちゃ混ぜにして戦ってるからみんな軒並みレベル上がってるっていうね。ここってプライベートアクションどうなったっけ、やったっけ、記憶いないや。じゃあ試しに音楽のレベル4を。そして今ねメンツ的にね、あのアタッカー3になってるんだよね。前まではあの前衛2の術師に後衛2にしてたんだけど、無視できそうにないです。楽しい、このこの作業めちゃくちゃ楽しい。でもう死ぬからね、もうめちゃくちゃ強くなっちゃった。そんでレベルも上がってくんで、いまだにさ2レベル上がるやついるってやばくない。あ、なんか喋ってた、聞いてなかったや。おかげさまでティニーク79、イリア77、77、75、もう楽しすぎる。で、結構あのティニークは戦闘系を余すことなくきっちり振ってるからかなりいい感じなのね。これ残すところはっていうと、こういう機能美みたいなこういう部分なので、これもまあ振っていき、次にやるとしたらどうなる。もうだいぶやったよ。だいぶやった。でイリアも、イリアはこの辺がまだか。やるか。でラティはカウンターをやって、あ、いいね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 。ヨシアはね裏の人間のつもりだったからここまでちょっとちゃんと振ってあげてないんだけど、まあ、ちょっとだけやりますか。でレベル10のあいつを召喚しようと思うから入れ替えた方がいいのかな。なんか勝とうとする嫌いがあるけど、まあ、勝てない、さすがにちょっと難しい。これでどう？で、あとこいつに関しては勝つまで戦うらしい。それもクリアしちゃう。リンクコンボをちょっと設置してみました。こういうことかと思ったんだけど、物騒な画面が出てきて他人の必殺技能力を奪うって書いてあるんだけど、LR ボタンを使えなくして、待って。その前にこれイリアじゃなくて多分ラティの方がいい。
こうね、ここの画面でその人の必殺技 LR ボタンを使えなくして、代わりに自分がさらに設置できるようになるっていう、そういうものらしいんだけど、ただあの繋がった試しがないんですがこれはっていうよくわからない状況で、ミリーとかエリスから LR ボタンを奪っても何ら痛くないので、こうやってあの術師から奪ってなんか知らんけど4段活用できる。でこれは隊列を入れ替えちゃうとすぐにこのリンクコンボ消えちゃうから、入れ替えるごとに気をつけないといけないっぽい。さあどこまで、装備はリバースロールとかあるともったいないからね。うん、ゴールドアイドルってなんだっけ。まあいいか、前回59とか言ってた気がするんですが、うわしかも前回って昨日だからね、一晩でちょっとなんかこんな感じになったっていうか確信犯なんだけど、で音楽レベル10になってるのがおじいちゃんだから、おじいちゃんの魂の震える演奏によりガブリエルを出すっていう。即死したよね前回。死んでる昨日な感じがしない何が起きたの今、意味がわからん。あれ食らってんのは死んだわダメだった、全然ダメなのか。そうか、でもこれさ何も考えずにさ10まで全員上げた人がいってさ演奏したら地獄じゃない。まずは避けてもらうところから4、4、3、10、8、8ってなんだっけ、8やったっけ、そもそも。当然敵レベルは上がっていってるよね。なん、みんな油断するな。MP がない。リンクコンボしてるわ。でも当たらないわ。降りてきてくんないかな、今のグラビティプレスでさ。マスターアタックって何？211なんだ、あ弱え、じゃあレベル10が段違いだ。ちょっともうやめる、これあのレベル上がるガンガン上がる、何やっても上がるから、ちょっとガブリエル倒したさあるけどレベル80に80はまずいでしょ。80はまずい。なんでちょっとあの備品を作った上で終わろう。もう役目は果たしたからね。闘技場の A の結果を見せるっていう。ここまで上げたらいけると思ったんだけどな、レベル10の悪魔の旋律。思い切り甘かった。
作業枠だけでとんでもなく上がってるから飛ばした人はみんな目玉飛び出しちゃうよ別のデータかみたいな、チート使ったんかみたいな感じになるよね。でここで5個残して作り、あ消えた、作り食材を補充し、ロマネコンチの値段かなんかを見て、まあ終わろうかな。目玉が飛び出しています。あ、ここ食材買えないんだった毎回食材はもういいや。じゃあここで売れるものを売っていこう。というかまあめちゃくちゃいろんなもの作りだ。あ、これ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 、てかさ、あれなんで今1しかないんだろう。誰か意外と装備してたりする。これも2個になったんだよな。戻してもらわないと重複でシルバンブーツもなんか作れたんだよな。重複でポイズンチェックなんてもうすごい量あるし、ティニークで消して消えたとかは あるかもしれん。その闘技場裏でやってぶつ切りした時に1時間ほど遡らなきゃいけなくなっちゃって、でも基本的に闘技場やってたんだけどさ、ただ何かしら作ったりもしたんだよね。土壌汁とか、あ、これは配信中か。マジカルライスは止まって手に入れたな。で賢者の石はまだ6あるんで、シルバーアンクとやらもたくさんできたんだよね。1売ってつぼ焼きいらんでしょ。でサバイバルキット、あれ違う、パンダゴテか。今重複したアイテムを売っていくんだが、あ、これこれ3個になってる。そう、これも増えた。でこんなに高いのって思って、その昨日サンタさんからもらったね、この本。というわけで2個売ります。で肖像画愛はマーベルの、マーベルが残されているんで売りません。一番高いハートこれさ、シウスとイリアをさ書いたことないのよ、うちのメンツ。このパーティーメンバーにいないやつ書いたことないんだけどさ、で今さマーベルエリスになったやんか。こうなったらお絵描きした時にマーベルを作り出すのか、エリスしか作り出さなくなるのか、どっちなんだろうねっていうのをやりたいの忘れた。そのうちやってみるかもしれない。で魔界のドリアンを生成したし、この辺はまあ、あとこれサンタさんからもらった1アッププディング、スミレ汁はまだまだある。魔法使い白飯が出た時のためマジカルライスの単語を覚える魔法少女みたいな感じの装いをした時はマジカルライスってことで。豪華フルーツ盛りもできたね。フルーツポンチと同じ見た目だけど。でデュエルスーツも実はなんかたくさんあります。で通る社会は魔物ばかりは絶対売りません。三角フラスコ重複、であとはハンダゴテがある、あったあった、2個売って、で他は何かあったっけ。やたらこれが増えたな、ピヨピヨボムが。妖精の像も手に入れてるんだよね。今一つどういうことなのかわからない。こんなところかな。いや全然や、まだあるわ。
生産後が生産後がえらいことになる。この幻の大トロもすごい値段で、予言書が大量にある。リバースドール複製で増やせんかな。ロマネコンチは56万9155フォルになってるね。上がってってるね。まだ売りたくないね。あ、ヘポコな飾りが3個もある。ダサダサなピアス。こんなところかな。あとサンタさんからもらったアイテムで装備してみようと思ったものがあるから、値上がりして売っても買いたいものがなさそう確かに。んー、これは別にそうでもないか。あ、これこれ、アボイダンス。いや、こっちだな。シールドは本当にあの多分ラティしか装備できない状態。靴はもう目ぼしいものがもう手に入らないと見た方がいいかも。なんかいろいろ作り出してみたけど、イリアが履ける靴がチャイナシューズ以外に、この店売りのこれ以外にないから、ヨシュアのサンダルくらいは変えてあげたいところだけどね。うん、いい感じになってる、いい感じになってる。みんな、あ、ドリームクラウンっていうのを作り出したから、これはロニキスにかぶせたし、ロニキスはサンタブーツも履いてる。結構赤い感じのコーディネートになってます。反映されたらいいのに、この装備品。うん、できたね。っていう闘技場お見せ会でした。レベルも80になりました。これ以上やらないようにストーリーを進行するまでこれより上げないように、分かりやすい80で止めとくね。3838という霧の良さ、39になっちゃった残念ながらなりました。9になっちゃったね。うん、じゃあ本当にあのやりすぎてすみませんでしたっていうのと、とうというか、まあそんな感じでこれはちゃんと残しておこうと思った次第。以上だね今日は。